国会議員の裏金問題はなぜ問題されているのでしょうか。4000万程度の裏金は上級国民のだから気をすべきだと思うのですが、 SNS では無駄に反することが多く、日本の嫉妬の文化が強く出てるなと感じています。まあ、確定申告の時期だからじゃないですかね。確定申告やったことない人だとわからないかもしれないですけど、確定申告ってめちゃくちゃめんどくさいんですよ。要はまあ書類仕事大好きっていう人であれば全然気にならないかもしれないですけど、お金稼ぐというのはまあそれなりにこうなんか自分の技術が上がってったりとか、頑張った成果がこう数字で反映したりとかで達成感とかあるんですけど、レシートをひたすらまとめてそれを入力してなんか表を作るみたいな、すごく後ろ向きな仕事なんですよね。まあこれがあの前向きだと思う人もいるんで、まあ人それぞれかもしれないですけど、でそれをじゃあその青色進行みたいなのがいくら上手くなったとしても、別にそれによって売り上げが上がるわけでもないし、なんかそれによってなんかこう褒められたりするわけでもないし、マジでめんどくさいだけで、この能力を生かしても何にも意味がないよねっていうのを、毎年やりたくないことをやらなければいけないっていうストレスがめっちゃ溜まってるこの3月15日までの時期に、4000万円だったら俺たち税申告しないけど何かみたいな言われると、おいや俺ら数百万で税申告しなきゃいけない、なんでお前ら何もしねえんだよみたいなので、お金の金額がどうこうというより、お前らばっかりなんで楽してるんだよ、俺たち苦労してるよねっていう感情論になりがちな時期なんじゃないかなと思うんですけどね。岸田首相の弟さんかなんかが外国人のなんかあの研修生の派遣だかの会社確かやってるんだっけ。なのでまあその外国からいろんな労働者が来た方が弟さんの会社儲かるよねみたいなのも、まあ別にあのたまたまかもしれないですけど、まあそういう構造もあったりするので、なのでじゃあ日本人の労働者の給料上げるぐらいだったら外国人バンバン入れて日本人の給料上がらないようにして移民入れた方が弟の会社儲かるよねみたいな、まあたまたまだと思うんですけど。確定申告と少子化、僕は契約部出身の無職ですが、今年も確定申告の時期となりました。自民党は記載ミスをしても検察は許してくれましたが、税金が補足するとウクライナ難民支援やアメリカからの戦争が抱えないので庶民は脱税するわけにはいきません。去年の出生数が過去最低の72万円を更新しましたが、この先も独身日本人の税金で外国人の募集を育てるタクラン政策は続くと思いますか。まあ、これをタクラン政策と呼ぶあたりちょっと面白いなと思うんですけど、別にあの外国人の募集を育てるためにやってるわけではないんですけど、結果としてその外国人の母子 の, あの生活に対する支出も日本人がやってるということになっちゃうんですよね。はい、なのでそれが嫌であれば慶応薬部出身の無職さんも結婚してしまって、そこの子供とか補助を受ける側に回ればいいんじゃないかなと思いますけども。安倍政権で平均賃金が下がったというツイートが万バズしてました。非正規含め雇用が増えたイコール失業率が下がったので、働き始めの人、お小遣い稼ぎの人も含んだ方が平均になっているからですが、亡くなった後もけなしの目的のグラフで印象操作されているのが悲しいです。そのグラフ自体を見てないのか分かんないですけど、あの平均でいうと下がってるのは確かに事実なんじゃないかなと思うんですけど、で非正規を含め雇用が増えて失業率が下がったので給与平均が下がったというのは、僕はやるべきではないと思ってる派なんですよ。その非正規雇用というのがなければ、人が足りないとなったらやっぱり高い値段を払って正社員は問わざるを得ないよねっていう形で、賃金が下がらない形で労働者を増やすというのは可能なんですよ。でもその非正規雇用の人を増やすっていう形でその労働力を確保するっていうのを企業がやってしまうっていうのは、まあ、その非正規雇用が可能にしているっていう、その自民党政権が作った派遣 OK の法律の問題なので、まあ、小泉さんあたりからずっと続いていることなんですけど、で安倍さんもそれ自体は変えてなかったので、要はその安倍さんがなんかあの権限が全くなくて、あの非正規雇用を変えられなかったっていうのであれば、それは安倍さんはなんか言われる筋合いないよねなんですけど、安倍さんって一応その日本の憲政史上最長の政権だったんですよ。なのであの非正規雇用に関しての法律を変えるなんてやろうと思ったのはいくらでもできたはずなんですよ。でもやらなかったという選択を取ったんですよね、安倍さんが。なので僕は安倍さんが責められるという部分はあるんじゃないかなと思いますけども。結局その日本ってあの国会議員が過半数が投票すると法案が作られるわけじゃないですか。でじゃあ国会議員の人たちってどうやってなるのっていうと、まあ、分かりやすく言うとお金持ってる人が当選しやすいんですよ。お金全くないけど当選しましたっていうのはごくたまにいるんですけど、基本的にはお金持ってる人が当選するんですよ。広島で昔その、 あの新人さんが自民党の党首から1億2500万円1億5000万円もらって、その
広島中の市長だったり議員だったりにこう1人20万とか30万とかお金を配って結果として当選したっていう、あの河合安里さんっていう方がいるんですけど、まあ、それがバレて今逮捕されて拘置所にいるのかな。とはいえその、まあ、あのバレて捕まったっていうのはあるんですけど、ただ国会議員として当選したのは事実なんですよ。なのでそのまずお金があれば国会議員になれますよと。で1億5000万円ぐらいあるとなれるみたいなんですよね。でお金重要ですよねと。でじゃあ国会議員がいっぱいこうポコポコ生まれました。でじゃあ中国が例えばお金を1億5000万円ずつ配って、じゃあ国会議員200人を抑えようと思ったら300億円でいけるわけじゃないですか、1人1億5000万円だったら。ということは300億円か払うと国会議員200人ぐらい抑えられるわけですよ。でじゃあ今中国はどれぐらい日本の国会議員を抑えてるか。今年亡くなりましたけど習近平主席を国賓として呼ぼうっていう動きがあったんですよ。でそれを言い出したのがあの自民党の幹事長の二階さんっていう人で、その二階さんっていう、まあ、あの自民党の幹事長は割と昔から中国と親しくて、中国がまあそのウイグルの問題だったらいろいろやらかしてるから中国に対する非難決議をしようっていう時にめっちゃ反対したんですよ。で結果として非難決議がすごいなんか曖昧な表現に抑えられたんですよ。なのでその日本の国会議員の中で中国に有利な形で日本の政府を動かそうとする人はいますよと。どれぐらいの人なのかっていうと、その人は日本の自民党という与党の幹事長です。なので、与党の、まあ、幹事長っていうその、まあ、総理は置いといて自民党内部であの2番目に偉い人なんですけど、2番目に偉い人がもう中国を有利にするっていうので、すでにその隠してやってるわけではなく堂々とやってるじゃないですか。だからもうなんか法律作られてもまあそうなるだろうねとしか思えないんですけどね。なので今更こうなんかネトウヨの人が自民党を支持してるのを見て何やってんだろうなと思うんですけど、はい、看護の専門学校に入学できず、あの岸田首相を退陣しろとか嫌いだって言ってる人はあのインターネット上には多いんですけど、あの日本人のレベルでいくと投票に行く人の中で自民党に投票してる人が多数派です。なのであの投票に行く人という中でいくと自民党に投票してる人が多くて、自民党の中でいくと岸田さんを首相にしたいと思ってる人が多いです。なので自民党総裁がこうなんか自民党の人たちが集まってますとか、日本政府だとそのなんか自民党と公明党の人たちが集まってるっていう状況であれば岸田さんが正しいとみんな思ってます。なのでその互角人だと思うのはまあ勝手なんですけど、ただその互角人だと思わない人もいて、で世の中はそういう人たちによって組織というのは結構作られている。なのでその日本の人だとその北朝鮮の金正恩良くないよねみたいな人いると思うんですけど、北朝鮮の中では金正恩が主席で良かったと思う人の方が多分多数派です。世論調査があるわけじゃないから分かんないけど、はい。増税をするから良くないっていう話があるんですけど、これはあの働いてる人の視点なんですよね。自分で稼いで自分で税金を払う人にとってみたら増税というのは悪いことなんですよ。でも働かないでお金をもらう側になったらどう考えるかっていうのを考えてみてください。増税するということは政府の予算が増える、政府からお金がもらえる側だとすると政府の予算は多ければ多い方が自分に回ってくる可能性が高いんですよ。例えばその、政府からなんかあのじゃあ建築の仕事を受けています、ダムの工事を受けていますみたいな会社の社長とかがあれば、その自民党がどんどん政府予算を大きくしてくれて、であのダム直した方がいいよねとか、この橋直した方がいいよねとか、じゃあ病院を運営しています、そしたらじゃあこの高齢者がバンバン来てなんか治療してっていうの で高齢者 の, 攻めをあの保険料とか医療費っていうのは国がバンバン出しますってなった方が全然儲かるじゃん。ってなので増税した方が予算が増えるんだから俺たちの取り分が増えるよねという考え方の人であれば増税は賛成なんですよ。所得税が増えましたって言っても年金暮らしをしている人とか生活保護の人は全く関係ないんですよ。だって納税しないもん。なんで日本の3分の1が今高齢者と生活保護者なんですよ。3分の1ですよ、 33%。 なので働いて税金を払わなきゃいけない、納税をしなきゃいけないっていうのは多分ね3分の1ぐらい で残り3分の1が子供とか外国人とか多分そういう会社だと思うんですけど、なので増税というのが増税をするのは社会にとって良くないって言ってるのは実はもう少数派なんじゃないかっていう。なので なぜ岸田首相がその今の意思を維持できてるかっていうと、それが多数派の意図だからということだと思います。はい、配信嬉しいです。で自分は20代の男です。増税
賛成なので選挙では自民党に入れるのですが、周りの増税に反対している人もなんだかんだで自民党に投票している人が不思議に思っています。増税反対なのに自民党に投票する人が多いのはなぜだと思いますか。バカだからじゃないかな増税はするけども他のことではまだ自民党の方がマシだよね、立憲民主党とか共産党よりはマシだよねっていうところだったと思うんですけども、はい、20代です。どうにかして増税を推し進めたいです。個人でできることありますでしょうか。自民党に投票し続ければいいと思います。国民民主にピンクの服をと提案してましたが、国民ウサギというキャラがいて演説だと着ぐるみに子供が集まってきてママさんにも人気です。ピンク服より可愛いし知られればイメージアップと思うんですが、アピール得たのが知られてなくて残念です。議員さんたちもキャラのピンバッジつけて可愛いんですか。完全に存在知りませんでした。なんかそういうのちゃんと出した方がいいと思うんですよね。ちょっとねやっぱ真面目な人が国民民主は多いのでプロモーション下手ですよね。